はい、敵側の方 の, あのディビジョンズ側の方のキャラクターのところで、まあ、大きく3人のキャラクターが出てまいります。声優さんの方としては、まあ、日笠さん、大塚宝珠さんで、田村ゆかりさんという形のところでお願いしているんですけれども、ともかく実はもうこの3人に関しては最初から音響監督の芥川さんとも相談したところで、大輔君を中心とする通常の人間側というのですかね、渋谷側の人たちとは明確に反対側に対峙するので、一人一人がもうそれだけでもキャラクターが立っているっていう人をお願いしたいというのもあって、その3人にお願いする形になりました。日笠さんに関してはそうですね、ミロ役の小松さんと同じく私の方からすると、純潔のマリア以来という形になるでしょうか。とても芝居の幅だったりとかも強かったりとかして強い駆け引きができるキャラクターなのでお願いしてよかったなと思います。木役の田村さんに関しては、まあ、私の方はもう何回かお仕事させていただいてるんですけれども、私の方はもうほぼ彼女に関しては、信頼を置いています。過剰な説明とかしなくってもある程度必要最低限の情報を渡すだけのところで自分自身に与えられたその作品内での役割であったりとかポジションといったものをきちんと把握して、必ずそれに対して答えを出していただける方なので、今回もお願いできてよかったなと思ってます。大塚宝珠さんに関しては、私もしかしたらねちょっと G ガンダム以来かもしれないんですよ。どこかの段階でお願いできるといいなというのがあって、特にニコラスというのはかなり癖が強いキャラクターだったので今回のところで大塚さんにお願いできたのは本当に良かったなと思っています。もう大塚さんのボイスのファンの方は堪能できるようになっていますのでもうじっくり聞いててください。以上、監督の谷口五郎でした。